トキオの城島茂が28日、日本テレビ系、ポン、で、愛用下着がティーバックであることを明かし、長瀬智也から女子会をと突っ込まれる一幕があった。番組では、トキオの5人に、ブルゾンチエミウィズブが直撃。ブルゾンが、トキオは楽屋でしり取りをしているという話や、城島の一口メモとして、ティーバックブリーフを愛用と暴露した。 これに時をメンバーは、しりとりなんかしてないとも反論するも、ティーバックは正解と上島の愛用下着は、ティーバックブリーフであることは、本当であると、太鼓判を押した。ブルゾンから、なんで、ティーバックなんですかと聞かれた上島は、割と、ピシッとしたズボンを履くことが多かったので、下着のラインが出るからと理由を説明。これには長瀬も、女子かよとは切れ顔だった。